休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜ける巨大な鉄の塊。激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へ前へと運んでいく。そう、彼らはこの城のように巨大で荒々しい戦車の中にいた。もうすぐ敵が見えてくるはずよ。 化け物か。何なのだ。敵と遭遇したようね。でも大丈夫よ。私があなたたちにその戦車タラニスでの戦い方を教えてあげるわ。その戦車の力を信じて戦うのよ。
攻撃の準備を。 ラジオの声は勝利と祝福を子供たちに与えてくれたが、これからの不安がどうしても頭をよぎり、勝利の余韻に浸れそうもなかった。 子供たちは緊張の糸が切れたようにまどろんでいく。どうしてこんなことになってしまったのだろうと思いを巡らせながら。 いたぞ。よっしゃ。
山の洞窟へ。はっ。よっしゃ。なんだこれ。ねいいな。わからないのですよ。ちくしょう。はあ。じいじ、ばあば。やられてたまるか。行け。お、ちくしょう。攻撃の準備を。おしまいだ。
素晴らしいのです。メイ。うん。はあ。ありがとう。任せて。諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。じいじ、ばあば。戻ってこいよ。行こう。攻撃だ。ぶっ飛ばすぜ。崩壊するぞ。終わりだ。投降しろ。このままではみんな死んでしまう。みんなの命を救えるのはあなたしかいない。あなたの魂をみんなに捧げて。僕は長男だから。ん？やれやれ。はい。怖いよ。僕は長男だから。
いいな。ねえねえ。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味を全て理解することはできなかった。しかし一つだけ理解せざるを得ないことがあった。大切な人が一人いなくなってしまった。ただそのことだけは。それから子供たちは意気消沈したまま先へ進んだ。しかしベルマン帝国軍がそのような事情など気に留めるはずもなく、タランニスを発見した部隊による攻撃を受けてしまう。見たわ。さあみんな戦うのよ。
今度はあの子たちを正しく導かなければ。僕は長男だから。元気？あのね。なんだい？そうか。あのさ、そうだね。よし、終わった。行くよ。これでいい。よし。行くよ。これでいい。よう、調子はどうだ。あのさ、ごめんね。あのさ、はあ、ふん、うん、おい、
そういえば。敵が迫っているわ。はあ、気をつけろ。投降しろ。なんだよ。くそ、諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。じいじ、おば。かかってこいよ。攻撃だ。僕たちは負けない。崩壊するぞ。行くぞ。ねえ、うん。
なたの負けなのです。やれやれ。連れ去られた村のみんなを助けるため戦車に乗って戦う。それは同時にベルマン帝国軍の人間を倒し殺すことになるのだと子供たちは気づかされた。今回はあなたたちの力でうまく勝てたようね。本当によく頑張ったわ。あなたたちがこの先目的を果たすためにはこれからも敵を倒していかなければいけない。でなければあなたたちが、そして囚われたあなたたちの大切な人が死んでしまうでしょう。子供たちはラジオからの声に現実を突きつけられ、思い思いに覚悟した。もうこれは戦争なのだと。その戦車にはどんな敵をも打ち砕く強力な兵器、ソウルキャノンが備えられているわ。ただそれを撃つには人の生体エネルギーが、一人の人間の命が必要なの。そんな、使わずに済むならばそれが一番いい。けれど、どうしてもみんなを救うために必要な場合があれば、その時は迷わないで。悔やむこともあるかもしれない。けれど、迷えば悔やむこともできず、みんなが死んでしまう。
そんな結末にならないようにできる限り力になると約束するわ。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味を全て理解することはできなかったが、これだけは分かった。自分たちが迷えばみんなが死んでしまう。その現実がずしりと重くのしかかってくるのを子供たちは感じずにいられなかった。なるほど。